回の企画はプレゼン力をアップせよテレビショッピング。テレビショッピング言うなよ。はい、今回はメンバーで使わなくなったものを持ち寄って、うん、テレビショッピングのようにプレゼンをして引き取り手を決めたいなと思います。はい、OK。皆さん自信ありますか？自信ある人いますか？プレゼン力、プレゼンしてね、はい、よりよく見せるためには確かに、まあ、話術とかそういうのは自信ありますか？話術雄大とかものとか、あ、でも僕もそれ思い入れてたらもう負けないですよ。いっぱいありそう、いっぱいありそうだよな。誰がいい振り前、誰がいい振り前。一回断捨離しちゃったもん俺、雄大に大量に。あ、西君が大量に服と靴あげた、そういうこと。その時も結構話術使ってましたけど、これまだ1回くらいしか履いてなくていいね、1回しか履いてないこの時のこの1回なんだよ。うまかったですね、全部もらっちゃいましたもん。いろんなコツありますね。乗せられやすい。それではくじ引きで順番を決めていきます、はい、まあ、ちなみにですけど、あの1人、まあ、プレゼンしてすぐオークション開始って感じなんで、全部を見れるわけじゃないんで、ここで行く出どころかっていう、じゃあその順番がこれにかかってるってことか、はい、大事や、大事やん、それじゃ死に方ない、このくじ大事じゃん。せーの、ジャン。はい、それではテレビショッピングスタート。はい、まずは匠からスタートです。意気込みは？そうですね、あのこちらの商品をまんべんなくご紹介したいと思います。まんべんなく何個かあるのか。はい、それでは匠のテレビショッピング1分間スタート。はい、あの本日紹介する商品はですけれどね、こちらです。ファイナルのイヤホンでございます。ガチ？あの皆さんね、ヘッドホンとか持ってる方多いと思うんですけど、こちらのイヤホンって持ってる人結構いるけど、こういうの持ってる人いないじゃないですか、はい、こちらの良さなんですけど、なんといっても軽さ、そして音質が、この軽さなのにめちゃくちゃ音質がいいんですよ。それを早速あのこちらの方に聞いていただきたいと思います。滝野、はい、さん少し、はい、お願いします。すぐ閉じちゃいますこれ。あ、開けて早くしてください。すぐ閉じちゃう、すぐ閉じちゃうのちょっとあれです。すごく軽いんですよ、そもそも。やばい、あと10秒。つながれつながれ。ちょっとつながる、つながる。あー、つながらなかった。でも本当にこういう感じでおしゃれです。これちなみに、ね、それを手放す理由は何？あ、確かに全く大事ですよね。俺イヤホン3つ持ってるんですよ。おお、でもこれ気に入ってた結構。いや、でもみんなヘッドホンで聞いてる人多かったから、こう軽いのも欲しいんじゃないかなと思って、もうじゃあと思って。なるほど、なるほど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ終了ということで、オークションタイムに移りたいと思います。そういうことか。それではオークションタイム1分間スタート。お、どうぞ。あ、ジン300、ありえない。おー、いった、300入りました。お、500でございます。500。はい、お、1000。おー、1100。おー、1200。1200。お、1300。1300。2000。おー、2000。これで終わりですね。2000。お、2500。落札した理由は、これあのランニングの時とあの服のコーデで分けようかなと思った。黒い服の時はこれで、黒は白で行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。おしゃれだ。ありがとう、マジで。おめでとう。いいね、おめでとうございます。ゲットだぜ。み
い、続いてのメンバーいきましょう。続いてはフェンファンの挑戦です。意気込みは、はい、はい、もうもらってくれるだけで嬉しいです、はい、それではフェンファンのテレビショッピング1分間スタート。はい、本日僕が持ってきた商品がこちらです。あ、おー、結構いろんな顔の形に合うような形になっていて、あと何より大事なのが、皆さんスターになりたいですか。あ、なりたいです。そそられちょっと欲しいかもね。かけるだけで、ね、フェンファンかけて、しかも、しかも今ご購入していただいたら、こちらのケースとメガネ拭きを無料で送ります。このセットになります。素晴らしいプレゼント。いやいやね、使ったことありますか。ありません。新品仕様。新品仕様。綺麗すぎてびっくりしたもん。はい、新品です。ペンファン様仕様じゃん。今初めて使ってる。なかなか僕あんまサングラスかける機会イメージがないね。そう、この場を借りて、はい、送ります。いいじゃん。いいね。じゃあ、受けですか皆さん。はい、はい、それではオークションタイム1分間スタート。はい、はい、全ポイント。おー、はい、はい、2000円以内ポイント。おー、はい、はい、2500円以内ポイント。はい、3000、3000、3000いきました。3100。おー、開けた。3500。おー、3600。おー、3600。すごい。あんまいないで、あんなキャラクター。あんまいない。心配になっちゃった。心配になっちゃったんですよ。じゃあオークションタイム終了ということで、はい、落札したのは4000ポイントでリヒトでした。おめでとう。いや、嬉しいわ、嬉しい。ちなみに落札した理由は、なんか見た目もめっちゃかっこいいなと思って、普通にスターなれるしね。スターなれるしね、そう、欲しくなって。絶対似合うと思う。ありがとうございます。もう1回でもかけましょう。落札しちゃう。はい、今から君もスターになれます。うわぁ、なんかすごい4000ポイントで、ね、ほんと渋い。しっかりしてるわ。似合う。ありがとう。似合うね。やった。いい。似合いすぎ。ありがとうございた。ということで続いてのメンバーいきましょう。はい、続いては京介の挑戦です。意気込みは？頑張ります。シンプル。まあでもね、経験者ですからね。経験者じゃないですけど。めちゃくちゃ見える。やっと今日見える。そう。やっと見える。見たい見たい見たい。やっと見える。まあその期待を裏切らないように頑張りたいと思います。はい。なんなん、いいな。それでは京介のテレビショッピング1分間スタート。はい、今回紹介するのはですね、こちら。わー、みんな多分だいぶ前にみんな一つずついただいたと思うんですが、はいはいはい、結構軽いじゃないですか、はいはいはい、今回違います。もう一つ重量感のある低反発なんですよ、これ。これちょっと触ってほしいです。回していくんでちょっと触ってください。あ、めっちゃ質感すごい。質感がすごいんですよ。はいはいはい、はい、で首につけてもらうと結構こう自分の思う形になるんですよ。多分みんながね、持ってるやつとはちょっと違うんじゃないかなと思います。ゆっくり返ってくるよ。ちゃんとしてる、これは。重さがあるんで、はい、ただ結構枕って人によって違うと思うんで、刺さらない人と刺さる人いると思うんですけど、はい、この重量感と低反発が好きな人は絶対に好きだと思います。はい、なんでね、皆さんこう触ったと思うんで、ぜひよろしければ買ってみてください。あ、京介が使ってるとこ一回も見たことないんですけど。一回だけ使いました。あ、使ったんだ。はい、使ったんだけど、俺普通にシンプルに俺使わない人だったんだ。そう、別にこれが合わなかったっていうよりかは、シンプルにこれがいらなかった。飛行機とかね、
移動中欲しい人は結構いいかもしれない。じゃあこれ LA で買います。 LA 日本で手に入らない。入らない限定物。そうですよ、限定物、貴重ですから。それではオークションタイム1分間スタート。はいはい、1500ポイント。おお、2000。早いね。2000。早い。はい、2300ポイント。3800。ケイパちゃんに落札した理由は、僕結構な移動中な首にくるんで、めちゃめちゃ前から欲しいなって思いました。持ってました。ケイパ君結構重量感のあるやつが好きなんだ。あ、そうそうそう、ありがとうございます。いただきます。あ、でもこれ欲しかったな、ほんまに。どうですか、お気持ちは。嬉しいです。嬉しいですよね。すごく嬉しいです。どうどうどう。あ、いいね、つけてこんな。あ、寝ちゃったね。寝てしもうた。すごい、効果すごい。すごいね。寝てしもうた。続いてはリヒトの挑戦です。意気込みは？そうですね。もう話術で気に入ってもらえるように、とにかく頑張ります。それではリヒトのテレビショッピング1分間スタート。はい、皆さんアクセサリー好きですよね。うわー、マジか。皆さん普通のアクセサリー飽きてきましたよね。はい。あら、これだ。あしちゃいます。もう僕これね、あの毎回髪色変わるごとに、うん、あの新しいの買ってるんですけど今回これ世界に1個しかないんですよ。なんでですか。なんでかというと、僕の髪から出た赤い汁でちょっと分かんない。そう、しかもちょっと錆びちゃってヴィンテージ。ヴィンテージの、ヴィンテージしてるんです。ちょっと黄色味がね、回してみてください。うわ、ヴィンテージ、すげえ。ちょっといい、かわいい色白。いや、いい、いい色、いい色ですね。終わった、終わった。上がってきてないです。実際プレゼンやってみていかがでしたか。なんとかひねり出したもう褒めるとこないから、これ褒めるとこない。どのタイミングで染まるのかなと思って。あー、これは一緒にお風呂に入った時に一緒にお風呂入る時に、そう、染まります。髪洗ってシャンプーした時にはここに入りますね。なるほど。あの詰め方分かりました。それから、いや、いいでしょ。色にムラがないのもいいっす。綺麗、綺麗、綺麗。こうやってね、回しながらちょっと洗って大丈夫。はい、それではオークションタイム1分間スタート。はい、1500。はい、3000。マジ。はい、3500円ね。はい、3600円。高い高い、いいぞいいぞいいぞ。はい、3800ポイント。もう一回し4000。はい、5000。ごらん、5000。すごいやついる。めっちゃ欲しいやん。今のとこタケチの5000が1位です。頑張れ、いけるいけるいける。終わりますか。あと10秒。はい、はい、6000。しない。いつかしい。アクセサリーずっとシルバーのやついっぱい持ってたんですけど、こういうパールとかそういうの持ってなくて、まあ、新しいもの欲しいっていうのと、リヒトが育てたっていうのとですね。でもこれタケル、あの自分でお風呂入るやん。入ったら茶色なんで、茶色。ブラウンにね。ブラウンに。ブラウンはブラウンで買う。いや、俺はこのままにしておきたいんで。あ、なるほどね。これは外して入る。はい、いや、でも俺マジでめちゃくちゃ欲しかったんですけど、あの僕の持ちポイントが6400でマックスいっても無理だった。仕留めに行きま
ました。本当だ。めちゃくちゃ欲しかったです。すごい、そういうバトルもあったということで。素晴らしい。ありがとうございます。いいじゃん。素晴らしいね。つけますか？いいんですか？つけますね、じゃあ。素晴らしい。こんなサービスまで。ね、サービス好きですね。つけるサービスいいですか？いいね。はい、どうですか？ありがとうございます。いいね。はい、続いてはヒロムの挑戦です。意気込みは？はい、今回本当にいいものを持ってきたので、本当にいいもの、もうこれも結構上質なものだと思うので、上質な、はい、形を期待しててください。気になりますね。それではヒロムのプレゼン1分間スタート。僕が持ってきたのはこちらです。じゃん、おお、枕です。枕、はい、これただの枕じゃなくてめちゃめちゃプニプニなんです。本当だ。ちょっと触りたい人触ってきてほしい、はい、ちょっと来ていい、全然来て触りたいです。さ、来て来て来て、待って、やばい、来て、あ、気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい、なんかやばい、これやばい、水の、あ、なにこれ、はいはいはい、はい、水だ、初めて、水の上にね、なんかもう寝てるような気分になれる、すごいよ、やばい、めちゃめちゃプニプニで寝心地がすごい良くて、あの中身こうなってんすよ、おお、ゴムの素材になってて、これあの活性炭も入ってるらしくて、あの匂いもつかない、はい、いいですね、っていうめちゃめちゃあのガチでいいよ、枕です。なんで逆に、僕ね、あのちょっと硬い方が好きだったの。あー、なるほど、寝心地いい、いい枕欲しいなと思ったんですけど、あの硬い枕の方が俺は合ってたから、これをちょっと、やばいやばい、最高、ぜひ最高、終了、めっちゃいいよ。いや、プレゼンやってみていかがでしたか？はい、いや、もうこれはもう本当に誰かにもらってほしくてたまらなかったんで、はい、いや、これは本当にもう、もらってほしい、フリマに持ってこいですね、うん、ストレートネックにはいいですか？いいと思います。あの結構だから、あのどういう頭の形の人にもフィットするあのタイプなんで、ね、タイプの質感っていうか質でできてるから、やばいやばいやばい、めっちゃいいと思う、良さそうだな。それではオークションタイム1分間スタート。はい、2000、2000、5000、刻め刻め、5300、うわ、はい、5500、おお、はい、お、6000、わあ、6000か、早い早い、6100、6100、おお、6300、お、わあ、それっぽい、はい、6400、はい、6500か、結構上がってきてるぞ、600円、おっ、来てる来てる、徐々に来ましたよ、見えるね、6700、おー、6800円、うわー、もう最高額出てるよ、最高額いってるな、すげー、6900、7000、あー、7500、おー、はい、7600円、はーい、落札したのは1万ポイントでジンでした。おめでとう、ありがとう、ありがとう、あの、今日から、あの、深い眠りにつけるため、はい、見てください、これで、ちなみに持ってない枕は あるんですけど、はい、ちゃんといい枕を欲しいなと思ってたんで、しかも俺柔らかいのがいいんだよ、おー、ぴったりですよ。ちなみにちょっと不良ポイント、今ごめんね、決まってきた、使う上でやっぱ知っといてもらいたいこともあるから、一回ね、そのゴムあるじゃん、この中の、はい、中のゴム俺もどんぐらい伸びんのかなってやってたらちょっとちぎれちゃった、おっていう、それだけ、ちょっとだけね、そう、ちょっとちぎれたところがある、あ、全然可愛い、よかった、逆によかった、ちょっとやばいな、大丈夫、違う違う、本当なんかぐちゃぐちゃ、性能性能は完璧、あ、全然全然良かった、はい、良かった、ありがとうございます。受け取りな、受け取りな、あ、受け取っていいですか、これ重そうやな、ちょっとね、重い、え、結構重たい、これ重いな、持ってみて、一回、おー、でもしっかりしてる、そう、こんにゃく、こんにゃくみたいな、枕にしてよ、すごい、枕も嬉しいよ、うわ、嬉しい、枕も喜んでる、おめでとうございます。はい、ということで続いてのメンバーいきましょう、次誰、今回ご紹介する人はこちらでございます。お前そんな理由なのか、お前持って欲しかったんだよ。
ごめんごめんごめん、なんかさっきさ、匠からあのオークションでいただいた最高のイヤホンが俺の耳を侵略してて聞こえなかったよ、ごめんね。ありがとう匠。はい、ということでね、今回ね、あの最近僕がハマってるねアニメを紹介したいなと思います。はい、お願いします。その名もワールドトリガー。今ワールドトリガー、そうなんです。ワールドトリガー、あの最近やってるやつとかではなくて、うん、あの結構前からあるんですけど、うん、存在は知ってたんですけど見てなくて、最近あのワールドトリガー、あ、ちょっと前から気になってるから見ようって思ったら止まんなくて、はい、シーズン1が73話まであるんですけど、はい、もう70話まで行きました。もう一瞬でめちゃくちゃ見てるやん。そうなんですよ。でこのワールドトリガー面白いところがですね、うん、僕めっちゃバトルアニメ好きなんですけど、戦闘シーンが敵のなんかモンスター系と戦うのもあったりだとか、対人系、人対人みたいなところで戦ったりも、どっちも面白くて、一つ一つのキャラがまあかっこいい。しかもなんかその技とか、めちゃくちゃ強い技が一個あるから強いとかじゃなくて、ちゃんとチームで戦略練って戦っていく感じの、このうわここでこの作戦使うんやとか、その戦略系の戦い方とかするから、めっちゃそことかも楽しめるところの一つで、うん、で僕が一番好きな推しキャラは陣雄一です。はい、こうやったらね、強いですね。ああいうキャラが本当に大好きで、落ち着いてちょっと余裕のある強い感じのキャラが僕大好きなんで、陣雄一が好きです。はい、で僕があの好きなシーンあるんですけど、好きなシーンっていうか、まあ印象深いというか、あの自立型トリオン兵 の、 あのレプリカ久我悠馬の横にいつもずっと黒いやつ飛んでるやついるんやけど、そいつがちょっとね相手の船を帰還させるために、あの信号を打つためにこう、おりゃーってミクモに投げられて、あのもうレプリカ他の惑星に一緒にもう帰っちゃって、主人公会えなくなっちゃって、寂しい、そうめっちゃ寂しくなっちゃうんですけど、うん、なんかもうそれがそのあの時の別れが切なすぎて、うん、レプリカもめっちゃスローモーションでこうやって、手とかはないんですけど、飛んでってるこのシーン、もうこの何秒にも長く感じるこのシーン、レプリカいなくなっちゃうんやろうなこのままっていう、このシーンが俺はもう切なくなりすぎて、ちょっともう印象深すぎるっていう、ちょっと変なシーンかもしれないんですけど、変かわかんないけど、俺はマジ印象深いなと思ったからここが好きでした。から見たら、あ、雄大がここいいなって言ってここかって思ってください。ありがとうございました。シャキントリガーオン！